ジャンミシェル・ネクトゥーはフランスの音楽学者。とりわけ、ガブリエル・フォーレの生涯と音楽に関する専門家として著名。フォーレや他のフランスの作曲家に関する書籍を多数出版しており、パリで開催される主要な展覧会において責任者を務めている。ネクトゥーはパリ郊外のルランシーに生まれた。1964年から1968年にかけて、 パリ大学で法学を治め、1968年から1970年の間に、イブ・ジェラールの下で音楽学を、またウラジミール・ジャンケレビッチの下で音楽美学を学んだ。博士論文の主題は、ガブリエル・フォーレと劇場であった。国立高等図書館学校を修了後、ベルサイユ私立図書館の主任司書に任用され、続いて、フランス国立図書館で、 音楽部門の部門長として勤務した。ここでは、ラベル、フォーレ、バレーリウス、ストラビンスキー、マーラーなどの主要な展覧会を監督している。開館準備中の1985年からオルセイ美術館に参画したネクトゥーは、音楽活動、演奏会、学際的展示の主任キレーターとして1997年まで活躍した。 その後ラジオフランスの副音楽監督に就任2000年のドビュッシー全作品連続演奏会を取り仕切った。新設された国立美術史研究所では学術顧問となっている。2009年になるとフランス音楽遺産研究所へと参加している。ネクトゥーは本業の傍ら1972年から1985年にはリルムの秘書。 また1972年から1982年には、レビューでミュージコロジーの編集補佐を務めた。1980年に、アルモニークという音楽学の連続出版物を立ち上げると、モーツァルトの書簡全集などを出版した。ネクトゥーの専門研究分野は、1850年から1925年に、かけてのフランスの音楽、文学、美術である。研究対象には、 プルースト、マラルメ、フォーレ、ドビュッシー、ラベル、バレーリュス、ストラビンスキーなどが含まれる。ニューグローブ世界音楽大辞典は、ネクトゥーを、フォーレに関する最大の権威であると評している。ありがとうございます。